アロハ、皆さんこんにちは。ビッグアイランズアイズの時間がやってまいりました。お相手は私ヒロイナズとハワイ島のブルースミュージシャントミさんです。トミさんこんにちは。はい、こんにちは。さて、毎回聞いてますけども、今週のハワイはどんな天気なんでしょうか。やっぱもう夏になってきて暖かくなってきたんだけども、はい、朝はね、すごくまだ涼しくて気持ちいいですよね。で、雨も今年はちょっと多くて、夕方ね、このワイコラでも雨の降る日が多かったりね。という感じで、はい、まあでも、まあ、平和ないい気候ですよね。今もやっぱり20度ちょっとぐらいで。過ごしやすいです。そして今回はですね、ドライブのシーンから始まってますけど、これはどこへ向かってるんでしょうか。これはね、通称パインツリーって言って、はい、正式小花域っていうね、はい、海辺のサーフィンのできる綺麗な川のキャンプ場兼ビーチパークなんですけども、はい、この時ほら稲田さんもね、家族で来たみたいに、僕たまたま夜休みだったんで、子供ら連れて一泊、キャンプのライセンスを取って、ちゃんと父の日にキャンプしに行ったんですね。これですね、まあ、海辺のキャンプ場ってことですね。まあ、皆さん適当になんかキャンプしてるのかなと思ったら、ライセンスがいるんですか？そうですね。本当にオンラインで、ハワイ州の、しかもハワイのこの、ハワイカウンティのライセンスを取っていかなきゃならないんだけど、ここすっごい人気の場所なんでね、持たしてるとすぐライセンスいっぱいになって取れなくなっちゃうんですよね。これまあ一針、まあ、っていう感じなんですか。一針かとか、ね、一晩にね、定員80人かなんかなんですよ。そうなんですね。そうで、僕その時80人目 で、はい、で子供らの分は入らなくて、でももういいや行っちまえなんて言って、はい、そこでもね、閉門が9時なんで8時45分ぐらいにレンジャーのおじさんが一人ずつチェックしに行くんですね。そうなんですか。でもその時もう父の日で取ろうと思ったけど入らなかったから、もういいにしてくれやなんて言ったら、やっぱもう廊下のハワイアンの優しいおじさんなんか、ああ分かった、いいよいいよみたいな感じでね。だけど一応僕の分はちゃんとライセンス取ってあったんで、別に子供らもね、その閉門15分前に帰れとは言われなかったんですけどね。だからまあ大丈夫だったんですけど、ちゃんと取らないとあれダメなんですよ、そこは。なんかこうね、イメージだとこうね、適当って感じですけど、なんか意外にしっかりしてるというか、ちゃんとしてますね。綺麗な おトイレとかシャワーもできたじゃないですか、そこ。そうですね、すごく綺麗かったですね。簡易トイレも至るところにあるしね。ちゃんとしたトイレとね、シャワールームもありましたしね。そしてですね、今日なんですけども、我々日本からハワイに行く人が、まあ、ハワイの人たちで、うん、まあ、例えばトミーさんにお土産を持っていきたいという時にですね、はい、何をお土産にしたらいいのかっていう話をちょっとしたいんですけど、まあ、ズバリ、ね、ズバリトミーさんがもらって嬉しいのは何ですか？まあ、ハワイ島ですからね。ホノルルに行く人は別に、そんなの、ホノルル、どこにでも、ドン・キホーテでも、どこでも売ってるんで、あれですけど、なんしょね、ハワイ島にね、魚介類がないんですよ。魚介類？なんか意外ですけどね。たらこ、からし明太子系が何にもなくて、俺、魚介類大好きなんで、僕にですよ。ハワイ島にですよ、はい、会いに来てくれるときは、タラコか、からし明太子もスーパーの安いやつでいいんで、持ってきていただいたらすごい嬉しいです。それと日本の、サントリーのあの辺の美味しいウイスキーと、タラコか、からし明太子があったら、もう、超ハッピー。そうですね。実はですね、私も先日ハワイ行ったときに、まあ、トミーさんに買っていこうと思って買ったんですけど、実は自宅の冷蔵庫にですね、忘れてきてしまったという大失態を犯してしまいました。本当、期待させて。2つ目のおかずになっちゃったんですね。そうですね。もう帰ってきてから食べてましたよね。そしてですね、画面変わりまして、これはどこのレストランというか街なんでしょうか？これはね、僕らのこの粉川の、はい、ハワイ、この粉川の、
最北端の町ですね。カパアウという、これカメハメハ大王の像が映ってますけど、このカメハメハ大王の像がオリジナルの像で、そうなんですね。色にもあるけど、これがオリジナルなんですね。それでカメハメハ大王はこのカパアウからちょっと手前のハビっていうね、H-A-W-I、はい、ハビっていうところで生まれたんですね。だからこの辺の生まれなんですね、大王はね。これなんかあまり観光客、我々観光客が行かないとこなんですかね。でも、僕がピザ食べてると必ずそう、ピザ屋の真ん前にカメハメハ像があるんだけど、日本の人たち、少人数でこう、フラット、必ず一組ぐらいはなんか来て写真撮ってますね。これあれですよね、もうちょっと先行ったら、有名な渓谷っていうか、はい、あれね、ワイプじゃないや、なんだ、ポロル渓谷。そうですね、はい、ポロル渓谷がね、ありますよね。そしてですね、これ、美味しそうなピザなんですけど、これどんなピザなんですか？昔からピザ結構美味しくて、はい、半々で作ってくれて、これ16インチなんですよね。40センチぐらいちょっと、はい、で、僕が食べてるのはね、全部のせが半分で、はい、で半分の白い方はホワイトソースのペストチキンピザ、これうまいですよね。それでね、28ドルぐらい、まあ3000円ぐらいですよね。あ、やっぱそれなりの値段するわけですね。もう具もてんこ盛りですからね、ここも。ちなみにこれあれですね、食べきれなかったら当然ドギーバッグで。あ、箱くれますから、もう、その2日ぐらい、京屋に無理やり食わしてました、僕は。なるほど。そしてですね、今日の音楽なんですけど、この方というか、すごく変わったギター弾いてますね。ねえ、ここは僕がたまたまこの前、これも休みの時にトミバハマに行ったら、知り合いのジョー・コンティさんがね、はい、やスティックギターっつってね、1台でベースラインからギターの音色からオルガンみたいなの全部同時に演奏できる、ものすごいちょっと精神分裂症じゃなきゃ弾けないような感じの楽器なんですよ。このジョーさんはこの楽器のオーソリティです。もう何にしろこの人ね、もう一人で全部バンドできちゃうんだ。なんかあまりね、我々は見たことない感じですよね。ない、ない。日本にもスティックギター奏者っているのかなっていう感じですよね。まあ、気になるのは、これ明太子とか、こう持って行っていいのかっていうか、まあ、アメリカの入国の時大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、ね、税関でも OK だったんで、多分これ大丈夫なんですよね。大丈夫、皆さん、普通に持ってきますよね。まあ、普通にね、スーパーで売ってるやつですね、全然美味しいっていうか、普通に OK なんで、まあ、ちょっとね、凍らせるなりして、そのまま持ってくればね、全然、その間溶けて大丈夫って感じですよね。あとは、おつまみの、数の子クラゲとかあるじゃないですか、よく知ったら。そういうのもらったら、僕はすごい嬉しいですよね。そうですね。トミーさんに限らずですね、ハワイ島の日本の人に、何かお土産っていうときは、ぜひ、そういう魚介類ですね、持ってきたらいいんじゃないかというようなお話でした。はい、本当に。はい、今週もですね、いろいろと話題をお伝えしてきましたが、この辺りでお時間となりました。ではまた来週よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。アロハ、エブリバディ。